告白という概念があるのはどうも日本人だけらしいっていうのはみんな知ってましたかいわゆる告るというのはあれはね、なんか日本らしだ,だけらしいんですね。アメリカ人はそれがないというところから始まってどうも他の国にもなくてどうやってんのかってアメリカ人っていうのはデート文化というのがあると。デート文化というのは何かっていうと女の子はデートしてくれって言われたら基本的に断られそうなんですね。たとえそれが好きじゃない相手でも まあ、まともな女の子だったら断らない。高校のいわゆるチアリーダーみたいな、モテモテの女の子だったら自分の評判がどうなるのかあんまり関係ないから断ったりするんですけど、基本的に普通の女の子で、いわゆるステディーな関係、もうこの人と付き合いますっていうふうにな関係になってる人以外は一応ね、受けるそうです。ただ、自分がね、あの、なんだろうな、興味がある相手、あ、この人とデートしたいと思う人は、金曜の夜とかを、 当てはめてで、そうでもない人は、木曜とか、水曜とか、火曜とか、月曜とか、だんだん手前に来て、じゃあランチだけとかですね、そういうふうにするそうです。基本的にデートっていうのをまずすると。で、えー、断るとその相手にチャンスも与えないままになるので、それはそのアメリカ人にとって、その、割と心情的に、 納得できないことらしいんですね。で、えー、デートしてから付き合うかどうか考える。つまり、えー、デート2回目か3回目ぐらいに、まあ大体男性の方から、僕らって結局どうなんだろうね、みたいな話が軽くあるわけですね。で、これからも付き合うってことでいいんじゃないみたいな話を男女とするんですよ。で、この何回かのやりとりが、いわゆる付き合うみたいなもんで、 まあまあ、だから告白というのがないんですよね。で、デートの申し込みするときにですね、実は本当にの、あなたのことはよくわかってなかった、本当に好きじゃなかったという場合まで考えなくていいと思うんですよね。